阪急810系電車。阪急810系電車。810系電車は、かつて、京阪新急高電鉄阪急電鉄に在籍していた通勤系電車である。阪急標準車体寸法を採用した、神戸線、宝塚専用の大型車として、1950年から1954年にかけて26両が、何わ後期で製造された。 製造時期や性能によって810型と814型、818型に分けられる。京都線用の710系とともに、半球標準車体寸法を確立し、全長は京都線 P-6 に準じた 19000mm、幅は新方線で当時最大の800系に準じた 2750mm とした。 宝塚線ではこの規格の車両が走行可能なよう、線路の規格向上を行うこととなった。810系と710系は、基本は、ほぼ同一設計であるが、標識等が上下に悪向き、窓枠の塗装仕上げも810系はニス塗り仕上げ、710系は、車体色と同一であるなどの差異があった。伝送品は、東京芝浦電機製で、 主電動機は1 7 0ット7 5 0ト4である。ロングシートの8 0 0系で運行されていた、神戸線、京都線間直通特急のサービス工場のため、河川電圧 600V と 1500V 区間を直通可能な副電圧車である。座席は、クロスシート、台車は、イコライザー台車の KS-33、H-147 を使用している。 ブレーキは AMA と ACA である。副電圧車で特殊な設計なため、他車との並結は不可能であった。810から860と811から861の4両は窓の割り付けが異なっているが、812から812以降は710系と同じ配置に統一された。規格向上工事の進む宝塚線最初の大型車として、 1952年に814から817、864から867の8両が投入された。宝塚専用の 600V 専用車であり、性能の際から814型として区別されている。座席はロングシート、台車はゲルリッツ式の FS-103 を採用した。台車シリンダーのため、ブレーキは 中継弁付きの AMAR と ACAR である。宝塚線の線路規格工場工事は1952年10月に、竣工した。神戸専用として増備された車両で、基本設計や性能は814型と同じである。810型との区別のため818型とも、呼ばれる。通風機は、中央一列の配置となり、室内灯が蛍光灯に変更された。 820以降の4両は、屋根が構成化され、雨どいも設置された。最終造備車の822から872は、710系の718から768としての製造途中に、神戸線の輸送力増強への対応のため810系に変更された。主電動機は、東洋電気製造 TDK-536 であり、 台車も京都線用の FS-103 系を使用、また貫通扉も運転台側に開くなどの違いが見られる。結果的には、その後軽視的扱いを受ける要因ともなった。872の FS-103 系台車は、京都線1600系の増病として年出され、予備台車であった、アルストムリンク式 FS-305 に振り替えられた。 1967年の神戸線、1969年の宝塚線の昇圧に際し、1500V への昇圧改造が順次施行され、副電圧車も 1500V 専用となった。同時期に長編成対応のためブレーキの HSC、電磁直靴ブレーキ化改造を行い。 811.813815.819821.860862.864868.870の運転台を撤去。4両固定編成化が進められた。816回と817回は将来の6連化に備えて2両編成で存置された。百七十一年から百七十三年には、 3扉化改造を実施、全車が3扉車となった。1971年の1000系の1010 10系編入に際し、864から867の台車が1000型より年出の FS-303 に振り替えられ、864から867より年出の FS-103 は1600系に転用されている。 1978年から1980年にかけて車体更新が行われ、全小灯のシールドビームにとか、雨戸取り付けなどの整備改造を施行した。816.818865.867の4両は、運転台撤去が行われ、814から864から815865816866。8 817から867から818868819869の6両固定編成となった。810型は1949年12月より、神京直通特急に使用されていたが、1951年10月に休止となり、その後の京都線への乗り入れは、少数の貸切列車のみとなった。年にロングシート化され、 神戸線のクロスシート車は8000系の投入まで姿を消すこととなる。最終増備車822から872の2両は、800系の802から852と並結して802から852プラス822から872の4両編成で使用された。直通運用終了後も神戸線、宝塚線で使用され、 末期は各社とも視線運用となった。1985年3月3日、阪急の吊り掛け駆動方式車両として最後に残った810系の6両編成による、さよなら運転が行われ、西宮北口から13でのスイッチバックを経て、嵐山まで運転された。1983年の812862813863より廃車が始まり、 1985年3月の820870821871の4両を最後に全車廃車された。820の前頭部が保存されている。810は廃車後、前頭部のみ個人宅2譲とされた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。